スペースビズ編集長の太田です。宇宙ビジネスに聞く名言は、宇宙産業の発展のために各業界で過去に偉大な実績を上げてこられた方の名言を一つご紹介します。今回は伊深勝編です。ソニーの創業者の一人で独創的な技術開発をした実業家です。営業担当の森田とのコンビで世界のソニーに育てました。名言は、アイデアが重要なのではない、一つのアイデアをどうやって具体的にしていくかが重要です。この名言は、先にアイデアを思いついた方が必ずしもビジネスに勝利するわけではないということでしょうか。アイデアを具体化する過程で実力が問われ、継続した努力と忍耐が不可欠といったことでしょう。一つのアイデアを形にするには100倍くらいの労力がいるように感じます。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。上にマーク出てます。お願いします。